日本マムシは、波中交ク輪リ鎖蛇カマムシ属に分類される蛇。日本全長45から60センチメートル。全長に比して胴が太く、体型は、太短い。赤外線感知器官は明瞭。下は、暗褐色や黒。胴体中央部の斜め2列になった背面の鱗の、数は21列。出産直後の幼蛇は、 全長2 0センチメートル、体重5グラム。幼蛇は、尾の先端が大色。稀に体長が1メートル近くになる。北海道産の個体は大型で、6 0センチメートルを超える個体が多い。伊豆大島には、赤マムシの別名を持つ体色が赤い個体が多いと、言われる。20対前後の中央に黒い斑点のある属に、線型とも呼ばれる、楕円形の斑紋が入る。 尾は短い。毒性はハブよりも強いが、体が小さいため毒量は少ない。2 0ムのマウスに対する半数致死量は、腸脈注射で19.5から23.7マイクログラム。腹腔内投与では27から31マイクログラム。交渉を受けると、局所の頭痛主張が起きる。局所の頭痛は、しばらくすると収まるが、主張により、 神経が圧迫されることで、主張部全体の頭痛が発生する。主張の進行は症例によって異なり手を噛まれた。場合でも肩に達するのが数時間の例もあれば、二日かかった例もある。出血作用は強くないものの、血小板が凝集することで血中の血小板が減少し出血作用を失う。これに出血作用が加わることで、皮下や 消化管などの全身で持続性の出血が起こる。骨格筋が溶解し筋肉中のミオグロビンが血液中に流出し、ミオグロビン血症、褐色尿を引き起こす。全身の主張によって循環血液量が減少することで腎機能障害を引き起こす原因になったり、ミオグロビンの流出量が多いと腎臓の糸状態で詰まることで腎組織が餌死する。出血と 末梢血管の膨張により、血圧が下がり、ショック状態になることもある。重症化した例は、大きく分けると主張が強く急性腎不全を起こす。例か、主張は顕著でないものの交渉後数時間で発生、血管内凝固症候群を引き起こす例に分かれる。毒には、様々な因子が含まれることに加え、注入された、毒量、噛まれた部位によっても症状が異なる。 本種の交渉被害による死亡例は主に急性腎不全によるものだが、急性腎不全による肺不種だけでなく本種の毒素が肺にも直接影響を及ぼす可能性が示唆されており、一名は取り留めたものの急性肺障害による呼吸不全に至った症例も報告されている。神経毒が含まれている可能性も示唆されており、神経毒に由来する可能性がある症状として、 射死、腹死、視神経障害、眼筋異常、換気障害、筋無力症状などの報告例もある。マムシ毒は、一説には、捕食対象である、小動物に特異的に効き、対人効果は数値に現れるほどではないともされる。犬猫は、マムシ毒に対する耐性が強く、生体であれば噛まれても死ぬことは、ほとんどない。死亡例の多くは、受傷後、 三から四日後に集中する。以前は、キューマムシ属アキストロードンに分類され、北アメリカ大陸に分布する種と同族とされていた。ミトコンドリア DNA の分子系統解析から、北アメリカ大陸に分布する種は単系統群で、東アジアに分布する種よりも、同所的に分布する、ヤジリハブ属やガラガラヘビ属などに近縁であると、推定された。そのためアキストロードン属に、 北アメリカ大陸に分布する種を残して、本種を含めた東アジアに分布する種は、マムシ属グロデュースとして分割された。1994年に、津島の個体群が、独立し津島マムシジートスージーマンシスとして、新種記載された。平地から、山地の森林、ヤブに住む。水場周辺に多く出現し、山間部の水田や小さな川周辺で見かけることも、多い。 時に田畑にも現れる。日周活動は季節や地理変異があり、例として九州の個体群は4の5月10月は中高生傾向が強く、6から9月は夜行性傾向が強い。危険を感じると警部をもたげ下,下を出し入れする、尾を細かく震わせて威嚇音を出す、肛門線から匂いを出すなどの行動を行う。樹皮が荒ければ木に登ることもあり。 幼ヘビは壁面を登ることもある。11翌3月は冬眠し、冬眠前後の温暖な日には、日光浴を行い体温を上げる。野生下では、赤ネズミヒミツなどの哺乳類、キビタキなどの鳥類、日本カナヘビヒバカリなどの爬虫類、カエル類、赤ハライモリなどの両生類、ウキゴリウナギ類、土壌などの魚類、ムカゲ類などの節足動物を食べた例がある。とも食いも行う。 繁殖様式は体制。8月下旬から9月に交尾し、メスは卵管にある、戦争式に生死を貯蔵する。翌年の6月にこの生死を用いて受精する。妊娠期間は約90日。8から10月に1回に2から3頭の幼、蛇を産む。出産間隔は2から3年。生後3から4年で成熟する。妊娠中の個体は、 神経質になる傾向があり、積極的に噛みつくということはデマではない。1961から1962年の調査では、交渉被害数は19件で年平均2182人で、全国では約3000人以上が交渉被害に遭ったと推定されている。交渉被害は低の被害が多くの作業や山菜取り、キノコ狩り草刈りなどの際の被害例が多いが、 捕獲時の交渉被害例もある。足への交渉被害では、ゾウリなどを履いていた例が多い。日本では2020年の時点で、鎖蛇肥単位で、特定動物に指定されており、2019年6月には、愛岩目的での飼育が禁止された。交渉を受けた場合、119番通報の上、救急車の出動を要請し、安静にする。体を激しく動かすと、 体液の循環が促進され、その分毒の周りが早くなる。ただし、救命救急医らのグループによる全国調査によれば、結果的には走ってでも、いち早く医療機関を受診する方が軽症で済むことがわかったという。キバートは、通常2箇所で、現場で可能な処置は、高勝部より、心臓側で軽く緊迫。 毒蛇に噛まれた時の応急措置として、口で毒を吸い出すと言われているが、素人による、切開、毒素の吸引は行わないこと。口腔内に、傷がない場合は、効果的である。噛まれた時の時間や状況は説明できるように必ず、覚えておく必要がある。速やかに処置可能な医療機関で、マムシ高毒素血清投与などの治療を受ける。 6時間以内の血清投与が推奨されており、少なくとも24時間は経過観察が必要。血清投与に際しては、アナフィラキシーショックに十分注意し投与する。血清投与後、7日から10日して2から10%で遅延型アレルギーを起こした場合は、ステロイド剤や抗ヒースタミン剤を投与する。血清投与に関わる諸問題を回避するため、 台湾に自生する玉崎津々富士から抽出されたアルカロイド系のセファランチンが使用される場合がある。マムシの皮を取り去り乾燥させたものをハンハナと呼び、漢方薬として需要競争などの目的で用いる。胆のを乾燥したものはヘビタンと呼ばれ、ハンハナよりも需要競争効果が高いとされる。ヘビタンはハブやコブラの場合もある。ハンハナやヘビタンは 栄養ドリンクなどによく使用されている。民間療法では、強制効果を目的に乾燥させた身や生の実を、焼酎漬けにして引用する場合があり、マムシ酒と呼ばれる。また、目玉は生で引用することもある。生の身をマムシ酒にする際は、1ヶ月ほど餌を与えずに飼ってその間に、体内の排泄物を全て出させるのだが、その状態でもまだ餓死せず生きている。そのため、 一般にはかなり生命力のある生物と思われることが多いが、1ヶ月の絶食でも生きているのは平穏動物であるがゆえに、エネルギー消費が小さいのが原因である。ただし、この方法でマムシザケを作る場合、アルコール濃度が低いと腐敗してしまう可能性が高い。特に体色が赤目のものは赤マムシと呼ばれ薬効が高いとされるが、成分は他の個体と変わらない。マムシ酒は、 薬用紙として引用されるだけでなく、打撲症に使用される。科学的な根拠は確認されていない。日本人にとって、ハブを除けば、最も身近な毒蛇であることから、あだ名に使われる場合がある。毒蛇としての印象から、癖のある、どちらかといえば祖母もしくは陰険な人物の、あだ名とされることも多い。また、例えば、毒マムシサンダユーのように奇抜な芸名として、 用いられるる場合もある植物の名には、マムシ草がある。これは、茎のまだら模様がマムシに似ていることが由来である。また、関西では、料理において、うな丼のことを、マムシ、あるいはうなぎの釜飯を、マムシ釜飯ということがあるが、呼び名の由来は、本種とは、無関係であるのなまりという説や、飯の間に挟んで蒸すため、マムシという説などがある。ありがとうございます。